ましょうかね。FM 宜野湾のラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、いつもだったらここからね、この番組はみたいな感じで、私の相方の夏美さんの声が聞こえるところなんですけれども、本日ちょっと嫁のね、夏美の方が、メンタル不良のため今回の収録お休みしております。はい、なので今日はね、メンヘラ旦那の方の健太だけで、番組の方を進行させていただきたいと思ってるんですけれども、今日がね、収録日7月31日月曜日、第45回のメンヘラ城の収録となっております。はい、放送日がね、8月7日、もう8月ですよ。はい、で7月31日月曜日、現在時点で言いますと、台風6号がね、明日明後日沖縄に、最接近して、ちょっと直撃しそうな感じでね、なんか勢力も結構強くなっているみたいで、そんな強い感じの勢力保ったまま直撃するのって去年あったかな、なんか久々なような気がするんですけれども、まあ台風でね、ちょっと収録できるかなってところあったんですけれども、なんかスピードがね、台風6号のスピードがちょっと遅くなってるっていうのもあって、なんか停滞するっていう、なんていうのかな、ニュースというか予報も出てるみたいで、ちょっと影響が長引きそうなんですけれども、うん。で、夏美さんの体調不良の方なんですけれどもね、メンタル不良といいますか、大したことないっちゃ大したことないんで、お聞きの皆さんはどうかご心配なさらずに、きっとね、来週になったらまた元気な姿をお見せできるかと思うんですけれども、メンヘラと呼ばれる、いわゆるちょっと精神的な疾患を持った人にありがちなのが、天気、気圧の変化とかですね、そういったものでちょっと体調が優れなくなるっていう方も中にはいらっしゃるみたいで、まあ、そういう意味では例に漏れず、うちの夏美さんも気圧の変化もあってか、ちょっとそれがメンタルに影響を及ぼしてるっていう側面もあるのかなっていうところではあるんですけれども、うん、今日はね、いつもだったらね、ちょっとお休みさせてくださいって、収録お休みさせて、後日にさせてくださいってところなんですけれども、今日はね、夏美さんのお母さんがちょっと夏美さんの面倒を見てくれるということで、ちょっと安心して、たまには一人で、初めてだけどね、やってみようかなと思って来ています。はい、では本日も短いお時間ですが、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。メンヘラトーク。はい、このコーナーは、私たち、まあ今日は僕一人ですけれども、メンヘラがテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。ほんで本日の、まあ早速いきますか、本日のトークテーマですが、まあズバリ台風をテーマにお話をさせていただければなと思っております。まあ先ほども話しましたけれども、まあ今回この第45回が今放送されてるっていう形にはなるんですけれども、まあ8月7日の時点ではね、まあでもそれがね、8月7日の時点ではきっと台風も過ぎ去った後になってるんでしょうけれども、まあ収録日現在の今日ね、7月31日月曜日はまさに台風6号がね、沖縄本島に接近中、
ほんで少しずつねちょっと雨風もね強まっているっていう感じなんですけれども、みんなね台風対策とかバッチリされてるんでしょうかね。なんかうちはねそこまでちゃんとはやってないかな。うん、でもまあ雨がね打ちつけてね窓の間からちょっと水が漏れてくるみたいなことはあるかと思うんで、そこにバスタオル詰めたりとかそういうのはちょっと気をつけようかなと、このあと収録のあと帰ってからやろうかなと思ってるんですけど、なんか忘れそうだな。まあとにかくね台風ねお互い聞いてる方もねリスナーさんも無事にね8月7日の月曜日を迎えているであろうということをまあ願いつつ、今回はちょっと台風をテーマにお話しさせていただければなと思います。ほんでねまあどんなこと話すかっていうと、例えばね台風の日の過ごし方とかだったり、台風の日になんか無性になんか台風になるとこいつ食べたくなるみたいなね、食べたくなるものとか、あとはまあ台風の影響でね起きやすいのが停電、その停電を経験した時のお話とか、うん、とにかくなんか台風というワードからねちょっと浮かんだエピソードだったり、お話をちょっと聞かせていただきたいなと思って台風のテーマで募集かけたんですけれども、なんとですよ今日はね残念ながらねいただいたメールがございません。うん、募集かけたんだけれどね、なんかやっぱいつもね当日なんかもうギリギリになって募集かけるもんだから、で僕らツイッターやってるんですけど、ね、ツイッター X になったけどね、その X もうツイッターでいいよね、ツイッターで募集かけるんですけれども、普段からね僕がねちょっとそういったなんていうのかなアプリにの扱いに慣れてないっていうのもあってね全然更新しないんですよ。だからちょっとね募集の仕方としては弱いのかなという気もしてるんですけれども、まあこんな日もあるでしょうと。で夏美さんがいたらねちょっとツイキャスもやってるところなんですけれども、今日は残念ながら夏美さんもおらんのでツイキャスもやってなくても本当に一人での収録なんですよね。まあたまにはね一人でダラダラと喋ってもいいかなと思いながら、まあなんとかやってみましょうと来たんですけど、まあなので今回は僕自身がねちょっと台風と聞いて思い浮かんだお話をいくつかねちょっとつらつらと一人語りしようかなと思います。でまあ台風ね学生とかの頃にねちょっと台風が来ますよみたいなニュースとか新聞とかでまあ親から聞かされたりねするとね、やっぱとにかくね学校が休みになるかもって言ってから、何よりその休校になることを期待しましたよね。うん、でもね稀にね平日来るはずだった台風がね今回の台風6号みたいにねちょっとスピードが遅くなって木曜日金曜日に来る予定だったのが土日にずれ込むみたいなことがあったりしてね、そんでせっかくなんか休日でちょっと休日は休日でねもう元から決まってた休みの日なのになんでだよみたいなねことはあったりもしましたけど、あとね台風の日といえばね僕の実家だとね母がねどういう理由かわからんけどやたらと平屋つゆを作ってくれたんですよ台風になると。だから平屋つゆはなんかもう台風の日に食べるものみたいなのがなんとなく僕のね、まあ、区外家にはありまして、だからまあちっちゃい頃からねそうやって育ってるんで台風の日に、まあ、今日なんかは特になんかやたらと平屋つゆ食いたいなっていうところあるんですけれども、夏美さんにねちょっと作ってもらいたかったところなんだけどね体調がねちょっと今日は思わしくないんでね、まあお前が作れよって話にはなるんですけれども、あんま僕料理得意じゃないんでね、まあ今だったらねクックパッドとかですぐ調べられるんでしょうけど、まあ挑戦してみようかな。このあとね夏美さんのお母さんに連れてってもらって買い物行く予定でもあるんで、はい、まあ食べるものまあそうね、シーチキンの平焼きとかポークの平焼きとか美味しかったな、ウスターソースつけてね食べてね、うん、
他のみんなのも聞きたかったけどね、なんかもしね、この、放送を聞いた後でも、まあ、台風のね、なんかエピソードがあったらぜひ聞かせてほしいところなんですけどもね。うん。で、やっぱり台風といえばね、やっぱ経験したい人ももしかしたら多いかもしれないですけれど、停電ね、うん、これね、子どもの頃はね、幼い頃とか停電したらね、停電したでね、なんか買ってあったお家にあるろうそくに火つけたり、あと懐中電灯ね、キャンプの時に使うようなランタンとか、ああいったのを使って電気つけてね、それがなんかすごく非日常感というか、なんか子供心にちょっとワクワクしてね、停電したら下でなんかそれなりに楽しく過ごせてたような気がするんですけれども、なんか成長するにつれてね、やっぱ台風時の停電はもう本当に鬱陶しいよね。うん、なんかもうワクワクなんて全然しない、なんかもう何もすることないじゃないですか。うん、まあなんていうかな、ゲームもできないしテレビつかないからね。で、スマホあるいは携帯電話、当時だと僕はまあガラケー持ってたんですけど、それでね、なんかいろいろ見たりとか、まあ、パソコンも使えなくなるしね、パソコンもあったんですけど、そういうのがね、なんか暇つぶしグッズみたいなのがもうお家にある漫画とか、もう読み飽きた漫画とか本とかしかないから、ないし、電気がつかないから扇風機もね、クーラーも使えなくなるからね、もうちょっと成長するにつれて停電はもう憂鬱なものになっていきましたね。うん、だから暑いからってね、外は大雨で風もバーバー吹きつけてるわけだからね、ちょっと窓開けるわけにもいけませんし、うん、だからとにかくね、今回の台風でもね、6号でもちょっと停電しないことをまず祈ってるんですけれどもね、何より夏美さんちょっと体調不良というかの状態でクーラーまで止まってしまったら、メンタルだけじゃなくてね、本当に体の方もちょっとおかしくなりかねないからね、ちょっと停電だけはご遠慮願いたいなってところはあるんですけれども、あとね、今もそうなのかな、どうなのかちょっとわかんないんですけれども、なんか僕がね、10代20代ぐらいの頃だから、今から20年ぐらい前ぐらいで、なんか台風の時ってね、なんかやたらとボーリング場がにぎわってたっていうね、なんか僕お家の近くにオロクバイパス沿いにスカイレーンっていうボーリング場が、まあ今もあるんですけど、そこはね、なんかやたらと台風の時はいっぱい人が、お客さんがいるっていう印象があって、まあ例に漏れず僕もね、友達と台風どこも空いてないし、ボーリング場なら空いてるだろうみたいなノリでボーリング場には行ってたんですけど、その時なんかすごく賑わってた記憶があります。今もそうなのかね、なんかボーリング場に限らずカラオケもそうかな、カラオケ屋さんとかなんかやたらと人がいっぱいで賑わってたような記憶があります。今もそうなのかなってところをちょっと気になるね。もう今はもう台風になったら外に出ないからね。あと最後にね、ちょっと台風のなんかジンクスって言っていいのかな、このなんか僕がね、ちょっと夏の時期にね、この暑い時期にパチンコ屋さんに行ってね、ちょっと当時はね、タバコの匂いがつくんで、タバコがね、喫煙 OK だったから、パチンコ遊戯場は、だから家に帰りカンティーしてたんですよ。行くなって言われてるところに行って、まあタバコの匂いつけたらもう帰れる、帰ったらね、すぐバレるから、だから帰りカンティーして、ちょっとしばらくね、所持金も確保したままね、家出しながらね、パチンコ屋に出入りしてたりもしてたんですけど、この暑い時期にそういったことをしてるとね、結構な確率で台風が上陸するんだよね、沖縄に。ほんでもう直撃ね。だからなんかなんでかねと思って、なんか僕家に帰り鑑定してて、台風直撃して実家のね、屋上にあったプレハブ飛んで、なんかレスキューが来る事態にもなったそうなんですけど、あんたは肝心な時にいないって余計に怒られてね、ちょっと
嫌な思い、まあ俺が悪いんだけどね、はい、まあでも台風発生中にねちょっとパチンコ屋に、行ったりしたことがある人ならなんとなくわかると思うんだけど、パチンコ屋でね、まあ、停電すると、あの当然パチンコ台やスロット台ってね電気で稼働しているんで電源落ちるわけですよ。そしたらね、そうなった時はもうそれまでに当たりが続いてた台とかはもうその時点で終了だから、今から負け分が取り返せるかも、ようやく当たったみたいな人もね、結局各編中でもね、あの遊戯を止められる、止めざるを得ないのよね。で出玉もまあそれ以降の出玉はもう保証もないから、だからもうね、あの台風が直撃しててね、ちょっと停電するかもしれんやんっていう時にね、パチンコへ行くのはもう全然もうおすすめできない。うん、なんかね、お家でゆっくりしてた方がねよっぽどまだ有意義なんじゃないかな。まあそれこそね、パチンコ屋行かんでボウリング場とかね、もっと、うん、そんなお金がどうこうってなるところよりはそっちの方がいいんじゃないかなっていう気がしますけれども、何の話よっていうところですけれども、うん、まあとにかく、台風についてちょっとつらつらとお話しましたけれどもここからはねちょっと、楽曲紹介の方に入っていきたいと思います。はい、で先週ねちょっとメンヘラネーム沖縄大好きさんからリクエストがあったんですけれども、まあちょうど収録直前にねリクエストのメッセージいただいたんで楽曲ちょっと用意できてなくて、うん、今回その代わり、まあ、一周遅れではありますけれども沖縄大好きさんのリクエストにお答えして、東條のぞみ CV 声やってる人ね、キャラクターボイス楠田愛菜さんで純愛レンズをお聴きいただこうかと思います。あ、純愛レンズが流れております。純愛レンズね、ラブライブの東條のぞみちゃんのんたんかな、のぞみんだったかな、ちょっと相性は忘れましたけれども、沖縄大好きさんがね、ラブライブが好きということで、ラブライバーさんだね。だから僕もねラブライブの作品は無印と言われる、1期と第2期にあたるラブライブサンシャインを、見てたんで、もちろん楽曲もね一通りベストアルバムとかね借りてCD 借りたりして聴いてたんで、当時ね。だからこの曲も、うん、可愛らしい曲で、まあ言ったらキャラソンに当たるんですけど、キャラソンってすごいよね、声優さんって。その自分の地声とは違う、まあ地声に近いのかもしれないけど、キャラクターの声のままね歌も歌うっていうね、その能力ってすごいなって思いますよね、うん、ただ歌うのもね大変なのにね、上手に歌うっていうのも。でもそういった芸達者なね声優さんが担当してたアニメだから、こんなにラブライブってね人気も出たんだと思いますし、未だにねシリーズ続いてますからね、うん、アプリの方もねなんか音ゲーかな、ラブライブがあったりして、うん、それにしてもね今日はね一人だからねちょっと変な感じだね。ツイキャスもやってないからもうただ一人ごと、あ、パキパキなってますけど指の音ですね今のはね。なんか指鳴らすの好きなんですよ、ポキポキ。うん、なんか昔迷信か分からんけど指鳴らしすぎたら指太くなるよみたいに言われてたけど、太くなったかな、もうちっちゃい頃から鳴らしてるんですけどね。うん、でね、なんかこうやって一人でラジオするのってね
僕らの所属していたというか通っていた、ハピュアン、ハピュアンのラジオがデイジーチャーコロビーカフェが今は日曜日の夜8時から放送してるんですけれど、そこでね MC というかこのミキサーを担当しているマスクマンという方がいらっしゃるんですけど、マスクマンがねしばらく一時期、一人でねラジオを回している時があって、うん、まあ大変そうにしてましたけれどもね、うん、やっぱり誰かのねリアクションがないとやりづらいだろうなっていうのは、うん、なんか実感した、うん、よく頑張ったなマスクマンは、うん、それじゃあちょっと戻りたいと思います。はい、お聞きいただいてますのは東條のぞみ CV 楠田愛菜さんで純愛レンズでした。こちらの楽曲はテレビアニメラブライブに登場する人気キャラクターの一人東條のぞみさん、のぞみちゃん、まあ愛称はのんたんだったっけ、のぞみんだったっけっていうのがちょっとわからないですけど、沖縄大好きさん、よかったら今度教えてください。うん、まあ歌うオリジナル楽曲キャラクターソングとなってまして、はい、純愛レンズ、この曲は矢沢ニコちゃんとのデュオシングル乙女式恋愛塾に収録されていた楽曲でございます。はい、ラブライブはねミューズとして、まあグループとしての楽曲ももちろん素晴らしいんですけど、登場人物それぞれのソロ楽曲もいいし、デュエットもトリオの楽曲も良いですし、ぜひぜひ他の楽曲も聴いてみていただければなと思います。はい、それでは、楽曲紹介のコーナーでした。はい、メンヘラジオエンディングでございます。はい、本日はね、冒頭でも話しました通り、相方の夏美さんがねちょっとメンタルの不調を訴えまして、はい、一人での初めての収録となりましたけれども、うん、一人でやってみてねやっぱうーん難しいね。うん、誰のリアクションもない、掛け合いのないこの一人喋りみたいなの、うん、もともとね独り言とかも少ない方だから、誰に向けてこれ喋って誰が聞いてるんだろうっていうなんかちょっといまいちやっぱりピンとこないですよね、うん、でねせっかくって言ったらあれだけど、まあ台風のねテーマで募集したにもかかわらずちょっとね残念ながらなんていうのレスポンスがねなかったっていうのもあってね、ちょっと本当に最初から最後まで一人でずらずらと、おしゃべりしてるだけみたいになりましたけれども、うん、まあでもねいい経験をね本当にさせてもらってます。うん、ラジオ収録もそうですけど、先日はね今日7月収録日時点では7月31日月曜日なんですけども、2日前ね7月29日土曜日には金浜さん、僕らがねお世話になっていたハピワンの所長さんが所属している全国団体って言ったらいいんですかね、精神保健関係のアミというね団体がございまして、そちらのね全国大会が沖縄で開かれるということで、僕と夏美さん、並びに何名かハピワンメンバーでね実行委員として参加させていただいたんですけれども、それもねなんていうのかな、東京から弁護士さん招いたりとか、福岡から、なんていうのかな法人をやられている方のお話とか、まあ、厚生労働省の方とか、普段ね生活してたらなかなか関わり合いのない人たちのね貴重なお話が聞けたりして、うん、すごくなんていうのかな、依存症になってね病気になってすごく人生に絶望したりね、こん
なやつ生きててもしょうがないとかさ思うことが多かったんですけれども、なんかこうやって手伝いとかさせてもらったり、いろいろね、僕らが登壇して講話させてもらったりもして、なんていうのかな、僕のねこの病気の経験がね誰かの役に立つというか、誰かの勉強になるというか、なかなかね、当事者から当事者と言われるねこの、人からお話を聞く機会ってなかなかないみたいで、そういう意味では僕もねお話しさせてもらって、自分のなんていうのかな病気を改めて見つめ直す機会も、いただけてますし、なんかすごい今日のね一人収録も含めていい経験をさせてもらってるなと思っております。はい、では、本日一人でやってきましたメンヘラジオはここいらでお開き。今日も元気に病気中、中村健太でした。そしてお家では嫁が病気中です。ではお薬飲んで寝ろ。まだ撮ってたね。お疲れっす。